皆様明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。一番近くにある神社、茶の木神社にお参りをいたしました。氏神様ということになります。この他に水天宮など近所にたくさんの神社があります。今日は初詣です。今茶の木神社のお参りを済ませまして、これから神田明神に行ってまいります。私が今日着ていますのは寒いので、このカシミヤのマントですね。そして赤い、お正月なので赤いバッグを持っています。着ているのは紬の訪問着と、それから九寸の織の帯です。また後でご紹介させていただきます。秋葉原駅に到着しました。 JR 秋葉原駅から歩いて4分程度のところに神田神社があります。神田明神の建設は天平2年730年と言われていて、大変古い神社です。江戸東京の中でも一番古い神社の一つになっています。毎年神田明神に初詣に行っていますが、去年は朝少し遅めに出発しましたら、ものすごい行列で、この屋台が出るところに近づくのに何時間も待ちました。この日は1月2日の8時ぐらいに出ましたので、スイスイと進むことができています。両脇に魅力的な屋台がたくさんありますが、まだ準備中ですし、まずはお参りをしたいと思います。あちらに神社の境内が見えてきました。この辺からもう人がいっぱいです。海外の方もたくさんいらっしゃいます。並んでどんどん前に進み、私たちの番になります。周辺はこのようにビルに囲まれています。都心の真ん中にある大きな古い神社です。夏祭りをコロナが明けて各地区で盛大にやっていますが、日本橋地区のおみこしはこの神田明神に向けてやってきます。私たちのおみこしを迎え入れてくれる大切な神社でもあります。境内にはいろんなものがあります。おみくじをここに結びつけています。お花がお花、これ造花ですかね。はい、それからこれはなんか売っています。アップルタイを買うことができます。エマです。エマもありますね。はい、こっちに行ってお参りを終わって、これから境内を散策します。今日は空いていて、早めに出てきたので空いていてよかったです。猿回しがあるでしょうか。はい、優しくり頑張ってよ。頼むよ、行きましょう。2回目うい、なんと、そう、飛んで逆立ち。おー、ありがとうございます。上まで登って上まで、頑張れ、直した、OK、おっしゃ、よりすごいパワープレイだったね、今ね。はい、さあ、これなんとか立て直してくれたわけなんですけど、まあ、正直ね、もう松田キャサリンの体力の限界は近づいてるはずなんです。なので、今日はですね、あと1回広げて、最後それ飛んで終わりにしたいと思います。触って、話していいよ。じゃあ、ここちゃんキャサリン、ちょっと座って、ちょっと待っててね。はい、これ広げるから、ちょっとお休みしててください。はい、ほらね、ちょっと足元ごめんね。よいしょ。よいしょ。
黒湯はちょっとプライベートでお願いします。プライベートの時間でしません。今はちょっとなしでお願いします。よし、頼むよ。それでは行きましょうね。最後の広さこちらです。ありがとうございます。非常に気持ちのいいリアクション、ありがとうございます。さあキャさん、めちゃめちゃ嬉しいよこれ。立って、ちょっと距離確認して。いい、俺ガッツンって広げたからね。計測方法は何だったの今。今何で測った上でなんかいけるってなったの今。特殊だね、なんかね。よし、いや、行こう、頑張ってしましょう。どうした、何、もう聞いてるよ俺。何、ね、この先それただの暴力だからね。痛いんだよたまに。たまになんかちゃんと痛いんだよな。ちょ、なんだよね、何回なら聞くからいいだよ。何、どうしたどうした。なんで一緒に聞いてんだよね。違う違う、なんで俺ちやだパソできんじゃんよな。できんなら毎回やるよ、なんでずっとグーなんだろう。今日は神田明神に来ておりますけれども、どういうお着物を着ているかといいますと、紬の訪問着を着ています。紬の訪問着に、これは九寸の織の名古屋をですね、それと暖かいカシミヤマントを着ております。そして赤いバッグを持っております。これで楽しんでおります。毎年お正月に神社に行ってお参りをします。そしておみくじを引いて、良ければ大喜びし、悪くてもまあいいかと、今年一年の安全や幸せを念じています。こんな何気ない日本の静かな平和な一日を過ごすことができることに感謝します。